振動が行く。イエーイ。皆さんこんにちは、振動です。楓です。そして亀代純也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大好評のもうドライバーレッスン、本当ありがとうございます。ありがとうございました。さすがでしたね、はい、すごかったです。球の勢いが、ありがとうございます、はい、ぜひ前回の動画見てください。はい、もうびっくりしましたね、はいはい、そしてちょっとその中で勢いで、はい、ちょっとアイアンもですね、わかりました、ちょっと教えていただきたいんですけど、はい、本当にアイアンさえ上手くなればなんとかなるんじゃないかなと思ってていやいや、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。ドライバーとアイアンで結構意識は違いますか？はい、うん、そうですね、基本的には同じ感じで、はい、まあ、振っていく感じで、はい、まあ、少しクラブのローテーションを減らしたのがアイアンスイングかなっていう自分の中であるんで、はい、それをぜひ教えていただけたらなと思います。はい、じゃあアイアンも、ね、コツ、はい、コツ、うん、ちょっとお願いします、はい、また見せていただいていいですかね、先にスイング皆さん見たいと思うので、はい、見せていただけたらなと思います。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では7番アイアンで打ってもらいます。お願いします。お願いします。お願いします。うわー、きれい。うわー、ナイスです。なんかコマみたいですね。コマ、クルンって、うん、ねえ、かっこいい。あ、クルンって、クルン、マキロイみたいな。うわ、すごい。本当コマのイメージですね。あ、持ってますか。振ってるイメージは、でももう本当軸を変えずに、はい、もうこの場でこの押し込んで、はい、クルンって回るイメージでね。めちゃめちゃコマですね。球の押し方、えぐいですね。ありがとうございます。7番ですね。試合だったらじゃあ190ぐらい打つんですか？ぐらい打ちますね、はい。6でじゃあ205とか。200は、はい、205ぐらいです。はい、そうですね、アイアンはやっぱりピンを狙っていくクラブなので、うん、さっきのドライバーよりもっとフェースローテーションをやっぱりなくすイメージで振ってます、うん、なので、まあ、さっきと同じ感じです。テイクバックとかはやっぱり足を踏みながらこう上げて、この捻転差をキープしたまま、このそのコマのようにお腹を使ってこうインパクトして、はい、でフォロースルーでもインパクトでのフェース面を返さないように、はい、その体を押し込んでそのままフィニッシュまで持っていくっていうイメージで振ってます。あんまりこう左に返っていかないように意識されてるってことですか？そうですね、もう左にも返ったり、はい、逆にこう開いたりもしないように、はい、本当常にこのフェース面が体の中心を向いてるようなイメージでこう押し込んでいく、はい。なんかそのフェースローテーションをあまりしないっていう風に聞くと、私なんかはすごい開いてって右に向いてっちゃうイメージがどうしても持っちゃうんですけど、なんかどういうところでそれは右に向かないような意識というか。そうですね、このフェース面が どこを向いてるかっていうのがやっぱ大事だと思うんで、はい、イメージとしては、はい、
なんていうんですかね、この右手の手のひらが、はい、まあ、フェース面だと思って、はい、自分のクラブ左手は普通にグリップして、はい、で右手をちょっと伸ばしてもらってフェース面と合わせる、はい、このイメージを、これをずっとこう開いたりかぶったりしない感じ、はい、このまっすぐなままこのテイクバック、インパクト、フォロースルーで、あー、分かりやすい。でこれをそのまま、左腕を伸ばせば、はい、このままフォロースルーだったりテイクバックも本当だなるので、はい、そこで自分のまっすぐっていうのがどこなのかっていうのを確認してもらうのが一番、アマチュアの皆さんでもフェースがどこ見てるのか分かりやすく、感じれることができると思います。あ、俺結構開いてるわ開いてるわ俺なんか気づきますね、この確認の仕方で、うん、私めちゃくちゃフォローが低く感じました。あ、そうですね、はい、結構起き上がってるんだ普段。そうです、起き上がって、例えば、はい、起き上がってる方だと、はい、逆にはフェースがそう開いて、はい、上に上がってる感じになりますし、はい、逆に、かぶってる方だと、はい、普段より低いところを通ってる可能性はやっぱり。うわ、俺相当開いてるわ、はい、やばこれ。でも気づきますね、この右手をフェース面の意識でテイクバック上げて、はい、わーって相当起き上がってる。そうですね、これだったら、練習できないアマチュアの方でも、はい、自分 の、 家とかでも、うんうん、簡単にスペースも取らないので、はい、練習できなくてもこれがイメージいいですね、はい、めちゃくちゃ分かりやすいです。できると思うので、はい、ぜひやってほしいですね。で結構足も勝手に動くというか。あ、そうなんですよ、はい、これやってると体重配分が、そう、踏み込むイメージだったり、はい、お腹を使う感じだったり、うんうん、であとは手のポジションで、はい、だったりとか。そうですね、はい、自分のスイングはちゃんと持ちながら、はい、踏み込むこの捻転差を作る。ただ、はい、この切り返しの中でクラブと手がしっかり体のこう中心からこうインパクトして、でそのまま中心でこういうイメージですね。そうですね、はい、この関係が。なるほどね、これ相当違うぞ違うぞやっぱり振り遅れる原因ってやっぱり僕らは結構、まあ、飛距離っていうよりもしっかりそのターゲットに向かって出すためにどういう風な体の動かし方をするかって考えるんですけど、例えば、まあ、その方向性を出す中でも飛距離を出したいだったり、やっぱり力む動きになった時にやっぱり振り遅れる動作ってあると思うんですね。やっぱこうテイクバック上げて、でも飛ばしたいってなったらやっぱこう力って勝手に入ってくるんだと思うんです。それがやっぱり振り遅れの原因になって、で、まあ、開いて入ってそれを手でこう返してで合わせようとするっていうのがやっぱあると思うんで、やっぱり自分が思ってる距離の8割からまあ7割ぐらい飛んだらいいっていうイメージの中でこの動きが、その先ほどのこれの動きができるといいと思うので、その自分の 100% の飛距離を出すよりも 70%80% でいいから、しっかり芯に当ててこの体の中心にクラブフェースがあるよってイメージだと、そういう振り遅れのイメージがちょっとなくなってくるんじゃないかなって。やっぱ 100% って思うとどうしても手使おうとしちゃい、はい、やっぱりどっかで飛ばそうって、はい、やっぱ思っちゃうところあるんで、はい、まあ、それよりも自分の気持ちいいスイング、ちゃんとボールとフェースが芯に当たるスイングっていうのを積み重ねることができたら気持ちよく触れてきて、結果的にもっと飛距離が伸びたりっていうのがあると思うので。あ、逆なんだぐさぐさ僕は基本的にはもう7割ぐらいですかね。逆に7割がもうマックスってことですか。もう基本的にはそうですね、7割ぐらいしか打たないですね。 それ以上になると逆に飛距離落ちてっちゃったりとか。飛距離はやっぱ飛ぶんですけど、やっぱ精度は結構
落ちてきちゃうので、はい、本当特殊な場面とかでないと、うん、あんまりマックスでは打つことはないです。はい、うーん、はい、今の解説を踏まえた上で篠田さんアイアン打っていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすす